あんたはこの長屋で生まれてここで育つんだよ。おいちゃん向きじゃないね。何やってんだ。別に。別にじゃない、安静にしてろ。そういうわけにはいかないでしょ。私腹がこれなんで。腹がそれだから安静にしてろって言ってるんだ。子供のためにも安静にしてろ。は？子供のため、子供のためって、大人が行きじゃなかったら子供だってそんな世の中に生まれてきたいと思うわけないでしょ。大人がしっかりしなきゃ何やっても子供のためになんかならないんだからね。でしょ。あ、どうした。また動いた。本当か。うん、座ってみる。何あんた。いいのか。いいよ。あんたも昼寝して。なんで。いいから。あんた今私にキスしようとしたでしょ。いや別にキスとかは。敵じゃないよそういうの。人間ってのはね、キスする前にやるべきことがあるんだから、もっと分別の意識を持たないと。だから別にキスとかは。焦ったり慌てたりしてもしょうがない。こういう時はね、いい風吹くまで昼寝でもして待ってればいいんだから。いい風吹いたらその時ドーンと行けばいいんだから。